株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。阪神矢野監督が集大成と位置づけた就任3年目のシーズン。株式会社 AI が提供するデモ音声です。最終戦まで V 争いを演じたものの、16年ぶりとなるリーグ制覇はならず、前年と同じく2位が確定した。株式会社 AI によるデモ音声です。一時は2位に最大7ゲーム差をつけながら、なぜ悲願達成はならなかったのか。株式会社 AI によるデモ音声です。シーズンを振り返りながら、 V1 の原因、そしてポストシーズン来季へ向けての希望や収穫も交えて探る。株式会社 AI によるデモ音声です。今回は4回連載の4回目。株式会社 AI が提供するデモ音声です。 V 争いを繰り広げたチームに新風を吹き込んだのはルーキーたちだ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ドラフト1位佐藤輝は、新人離れした飛距離でキャンプから話題を独り占めにし、5月28日西武戦では衝撃の1試合3発。株式会社 AI が提供するデモ音声です。球団新人記録を塗り替え、24本塁打を放った。株式会社 AI によるデモ音声です。同2位伊藤進は、即戦力の触れ込み通りの活躍を見せた。これはデモ音声です。開幕ローテをつかみ、球団新人左腕では67年江夏以来となる2桁勝利を達成。株式会社 AI によるデモ音声です。同6位の中野も2番遊撃に定着。株式会社 AI が提供するデモ音声です。走攻守にわたって目覚ましい成長を遂げ、盗塁王のタイトルも手中に収めている。株式会社 AI が提供するデモ音声です。長距離砲、先発左腕、二遊間はいずれもチームの補強ポイントだった。これはデモ音声です。20年のドラフトでは、19年の高校生中心から一転、即戦力重視で臨み、早速その成果が現れた形だ。これはデモ音声です。一方、中堅組の存在感は薄れてしまった。これはデモ音声です。初の開幕投手を務めた藤浪は、チーム状況によって役割が変わり、1、2軍を往復。株式会社 AI によるデモ音声です。藤浪自身も最後まで居場所をつかみきれず、復活は持ち越しとなった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。野手では鉱山が開幕を2軍で迎え、ウエスタンでも打率202と低迷。株式会社 AI によるデモ音声です。初の1軍出場なしに終わり、なんとも歯がゆいシーズンに。株式会社 AI が提供するデモ音声です。今週のキャンプ MVP に輝いた2人だけでなく、陽川も41試合出場で打率174。これはデモ音声です。北条も怪我に泣き、33試合出場にとどまった。株式会社 AI によるデモ音声です。レギュラーを奪回するはずが、ルーキーや助っ人勢に出場機会を奪われてしまった。これはデモ音声です。中堅組が伸び悩む中、シーズン終盤に不振のサンズ佐藤輝らに代わって出番を増やしたのは、島田と小野寺ら有望株だ。株式会社 AI によるデモ音声です。矢野監督は過去の実績にとらわれず、
今季ファームで打率3割以上を記録していた2人を積極起用。これはデモ音声です。投手陣でも、高卒2年目、西純がプロ初勝利を挙げ、及川、小河原若手の台頭が見られた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ここ数年、チームは FA 補強に頼るのではなく、生え抜き路線に舵を切ってきた。株式会社 AI によるデモ音声です。チームは3年連続 A クラス。そして、今季は12球団最多の77勝を記録した。被害者 AI が提供するデモ音声です。巻き返しを期す中堅組がレギュラー争いに加わり、競争の火花を散らせば、来季の虎はもっと強くなるはずだ。これはデモ音声です。